いつも動画を見ていただき誠にありがとうございます。コルセオ TV ツアープロコーチの山田です。今回は毎週土曜日配信の特化レッスン企画第2弾、ドライバーの飛距離アップの基本について、今回はこちらの内容について紹介をしていきたいと思います。ドライバーでうまく飛距離が出せない、もっとうまく飛ばしたいという方々には、基本的な内容ではあるんですが、とても参考になる内容になっていると思いますので、ぜひ動画を最後までご覧になって、今後の練習の参考にしてみてください。それでは早速紹介をしていきたいと思うのですが、まず皆さん、ドライバーの飛距離アップって何が必要だと思いますか？もちろんヘッドスピードを上げるというのが一番多くの意見なのかなと思うのですが、ドライバーの飛距離アップにはもちろんヘッドスピードを上げるというのは非常に重要なことになってきます。ですが、それと同等に必要になってくるのが、このクラブヘッドの進入角であったりとか、ミート率ですね、芯に当たる、芯により近いところで当たるというのが、やはり飛距離アップには欠かせなくなってきます。今回の動画というのは、このミート率、入射角、ヘッドスピード、それぞれにフォーカスをして、基本というものを3つお話ししていきます。今後の動画でヘッドスピードを上げるためのスイングの方法や練習方法などはアップしていくのですが、まずこの飛距離アップの基本というものをしっかりと押さえていただかないと、ヘッドスピードを上げても意味がございませんので、まずこちらの動画を最後までしっかりとご覧になって参考にしていただければと思います。もちろんこの基本を押さえるだけで飛距離が伸びたよっていう方も結構いらっしゃいますので、ぜひね、これを練習に取り組んでいただければと思います。それでは今回も3つのポイントで紹介をしていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。それでは1つ目のポイントから紹介をしていきたいと思います。まず1つ目のポイントは、バックスイング、バックスイングの体の回転量ですね。この回転量が、まあ、大体90度から100度近く回っていると、飛距離アップしやすくなってくるということになってきます。どういうことかというと、このバックスイングの回転量が例えば浅い、まあ、例えば90度以下、80度とか70度で回ってしまった場合というのは、手元の位置が比較的ボールに近いところに上がりやすいです。そうなってくると、もちろん手元の位置とボールとの位置関係で、ここの幅というものが狭くなってきますので、下ろすスペースが非常に狭くなってくる。そうすると何をするかっていうと、アウトサイドインから下ろしてみたりとか、もちろんこれを嫌がっていくと体を逃がして、クラブを寝かせて打ちに行ってフェースが開いて当たってしまう。そうなってくると、例えばアウトサイドインであれば入射角がすごいダウンブローになってしまって、球が滑ってしまって飛ばない、いや、クラブが寝て入ってくればフェース面が開いて入ってくるので、これもまたフェースが開いて球が滑って飛ばないというような状況になってきます。もちろんミート率も下がるし、ヘッドスピードを上げることも不可能になってきます。このバックスイングで体の回転量がしっかりしていると、それだけ手元というものは後ろに行きます。もちろん体を使って回すのが前提の上です。これを手で引っ張ってしまっては意味がありません。体の回転がしっかり深く入っていくと、結果として手はどんどんボールから離れていく。そうすると手元とボールの距離が長くなるため、クラブヘッドを振り下ろす時の助走距離も長くなるため、まあ、適度な遠心力もかけれる。そして軌道もフラットに近い、横振りに近い形で下ろすことが可能になってくるので、ドライバーの長さに応じた遠心力をかけることができる。結果としてヘッドスピードが上がりやすくなる。そして入射角も良くなり、ミート率も向上するというわけでございます。もちろん捻転差というのも非常に重要になってきます。この回転率をベースに捻転差というものができてきて、この例えば回転が全体で100度回っている状態で、どれだけそこにこう上半身と下半身の捻転ができているか、これがさらにヘッドスピードを生んだり、飛距離を爆発的に生む要素にはなってくるのですが、まず捻転は置いておいてもらって、今うまく飛ばないよという方々は、とにかく上半身、総合的な回転量が90度から100度近く回せるように意識をしてみてください。
例えば体が硬くて回らないよという方であればつま先を引くとかクローズスタンスにしてみるなどの対応をしながらできるだけこの全体の回転量というものが100度近く回る意識をしてみてください。一番のポイントは前回の安定の3か条でもお話ししたテイクバックになってきます。例えばテイクバックでひょいと手を使って上げてしまうとこの時点で手が先に上がり体が回っていないのでトップに先に手が到達してしまうため結果として体うまく回せなくなってきます。ですのでしっかりと体お腹をひねり上げる意識をしながらこの両腕をしっかりと伸ばし上げれるところまで上げていく、こちらを意識していただくと十分なところまで体の回転が使えて回転量が増えてくると思いますのでまずこちらをしっかりと意識するようにしてみてください。それでは2つ目のポイントです。2つ目のポイントはこれ安定の3か条でもお話しした内容なんですがこの自分の頭ですね、頭というものが必ずボールの後ろにいるということです。つまり構えた位置から動いていない、もしくは構えた位置よりも少し右に行っても問題はございません。ボールの先左側に行かないようにしていただく、これが非常に重要なポイントになってくるというわけでございます。まあ、なぜかというと例えばですがこのクラブヘッドには間違いなく遠心力というものがかかってきます。そしてこの遠心力を正しくかけることによってヘッドスピードというものが加速する、そしてこの遠心力を速く大きくかけるためには回転のスピードであったり捻転差であったり下半身リードっていうものが必要になってくるのですが、そもそもこの遠心力をちゃんとボールに当たるところでかけてあげないとどれだけ速く回ろうがどれだけ強く動こうがボールに力を伝えられないため結果としてその動き無駄になってしまうわけです。その時にこのボールのところでしっかり遠心力をかけていく方法というのが基本的にこの頭の位置になってくるということになってきます。この頭の位置が左に突っ込んでしまうともちろんスイングの最下点というものは前に出てきてしまいますので結果として当たる瞬間は遠心力が十分にかかってこない、しかも上からダウンブローに入ってしまいますのでより飛距離をロスしやすくなる、また頭が突っ込むということは体も開きやすくなってきます。体が前に出やすくなってきますのでアウトサイドインにもなりやすくなってスイング軌道がばらつくため最大限の遠心力を与えることができなくなってきます。必ずこの頭の位置というのはインパクト直後まで、まあ、インパクトまでって言った方がいいかな、インパクトからフォローにかけて必ずこの頭の位置動かず振っていくことを意識してみてください。ここのポイントめちゃくちゃ重要になってきますので、ぜひこのポイントしっかりと意識して練習をしてみてください。練習方法に関しては前回の動画ドライバーを安定させる3か条の3つ目のポイントでお話をしていますのでぜひそちらの動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは3つ目のポイントについて紹介をしていきたいと思います。3つ目のポイントは体の回転でしっかりと振っているのか、こちらが非常に大事なポイントになってくるというわけでございます。どういうことかというと例えば手で振ってしまっている場合、手でゴルフクラブを振ってしまっている場合もちろん遠心力というものはかかってくるのですがやはり体の回転で振るときに比べて遠心力というものは非常に小さく、まあ、弱くかかってしまいます。やはり体の回転をしっかり使う、視点をしっかりと意識した状態で視点に対してクラブワークが大きく動けばそれだけスイングの幅も大きくなるしヘッドスピードも自然に速くなる、遠心力がかかってくるので飛距離が伸びやすくなってきます。またやはり体を視点にして回転をして遠心力がかかるということは入射角の安定にもつながりますしミート率の安定にもつながってきます。結果として再現性の高い動きの中で飛距離アップの動きができるわけなのでしっかりと球がより遠くに飛びやすくなってくるというわけでございます。例えば手で振ってしまうとそれだけヘッドが変なところで遠心力がかかってしまってミート率が下がってしまったりだとか入射角も悪くなってきて球が曲がってしまったりとかそういうことにもなってきますので必ず体の回転でクラブを振っていく、こちらを意識してクラブを振ってみてください。
もちろんただ回せばいいというわけではなくて、回し方が非常に重要です。ただ左に回すという意識をして体が開いたり突っ込んだりしていては意味がありません。この回し方については少し前の動画で紹介しています。詳しいお話は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを見て体の回し方というものを一回理解してみてください。そうすれば必ず体をうまく回せるようになってくると思います。今回はその中から少し引っ張ってきて簡単に説明をしていきます。体を左に回すときは必ず骨盤を前傾に、骨盤の前傾をもとに体を左へ回します。決してこのように骨盤を水平に回して左に回るわけではございません。ですので前傾角に対して体が回っているということをまず意識してください。そうなってくると何が大事になってくるのかっていうと、これ体の感覚としては回るっていうよりか引っ張り上げられる感覚になってきます。これはバックスイングもダウンスイングも同様です。バックスイングでしっかりと体を回してひねり上げることができたら、ここから今度は左お尻、左腰側をしっかりと左側にひねり上げながら回転をしていきたい。そこで一番簡単になってくる方法が左膝になってきます。左膝をダウンスイングから思い切って伸ばす。思い切って伸ばすことにより骨盤がしっかりと前傾していれば、ピストン運動、エンジンのピストンと同様にしっかりと入れ替えの動きが発生しますので、腰は勝手に回り出します。ですので腰の回し方がわからないとか、体の左への回し方がわからない、体の回転がわからないよっていう方は、一度この左膝を伸ばして打つ、これだけまず試してみてください。一度打ってみたいと思います。いかがでしょうか。今回は飛距離アップの基本についてお話をさせていただきました。この動画を見ていただいた方はふと思った方もいると思います。安定の三箇条と似てねっていうふうに思ったと思うんですけれども、実はそうなんです。基本的に安定させるためにも、飛距離アップさせるためにも、基本的にやはり入射角、ミート率というのは非常に大事になってきます。そしてやはりアマチュアゴルファーの方々は、この入射角、ミート率がずれていて球が飛ばない方って非常に多いんですね。ヘッドスピードは十分足りているのに、そのヘッドスピードをうまく生かしきれていないスイングをしているという方が非常に多いです。今回は飛距離アップの方にフォーカスをしてお話をさせていただきましたが、いずれも安定させるためにも必要なことになってきますので、ぜひ今回紹介した3つの内容を少し意識して、ドライバーが苦手な方は取り組んでいただければ必ず飛距離アップしてくると思います。また今後の動画でヘッドスピードを上げるという、ヘッドスピードにフォーカスしたお話なども動画としてアップしていきたいと思いますので、引き続きこの土曜日のドライバー特化レッスンを待っていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。あなたへのおすすめの動画はこちらです。やっと見てね。バイバーイ。バイバーイ。